キチャンネル4月曜日総チェック、はい、もう8月最終週に、なりますね。ということでもうあと1ヶ月ね、優勝争い、クライマックスシリーズ争いどうなるのかっていうところでね、やっていきましょうね。先週もう消化ゲームになりましたよっていうところもね、第2弾第3弾とどんどん消化ゲームになるチームもね増えていくかもわからないし、最後の最後まで去年のねオリックスロッテみたいにね最後の最後までどうなるかわからないっていうような状況になりますけども、皆さんもねあと1ヶ月です。辛抱して楽しんで、そして、勉強してみてください。はい、さあということでね今回もお送りしましょう。まずはパ・リーグからロッテ対楽天、26日2対6 2対0でロッテ、27日3対11で楽天、28日9対2でロッテ、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、楽天はこの負け越しは痛いね、非常に。だから前のね、金曜日の動画でも言いましたけども、まあ、正直ロッテと日本ハムに、勝ち星を落としていったらもうそのチームから脱落っていうところでね、まあ、楽天は現状1位まで 3.5 ゲーム差でも、その間にね西武とオリックスが入ってるっていうところがねまたきつい。あとロッテとは 3.5 ゲーム差になったっていうねところで、まあ3連敗しなくてねよかったなっていうところですけども、これはね楽天にとったら大きなね、巻き越しだったかなっていうね。で26日2対0でロッテというところで、この日ねロッテ佐々木朗希7回91球3安打8三振2四球無失点と、まあシュート回転の球も少なく、しっかり投球してね、前回楽天生命パークではね本塁打打たれまくりましたけども、しっかり修正してね同じ楽天のカードでね、まあ好投と。でこの日ね松川が若干ねちょっと肩の不調を訴えて捕手ね、佐藤俊也でゲームに入りましたけども、結果としてはね完璧っていうね。だからこういったところでね、まあ、ずっと今までね松川が受けてきて、まあ、うまくいかないこと、うまくいったことあったかも分かんないけども、なんかね世間ではねもう佐々木朗希は松川じゃないとダメだみたいなね風潮がこちらの耳にも結構来てましたけどもね、佐藤でもいけるっていうことがね分かったところでね、今後の起用方法で言ってもね大きくねこの方向転換できる可能性ができたなっていうところとね、佐々木朗希のタイプで言うとねリードは楽なのよ。やっぱまっすぐとフォーク投げとけばいいからね、あとたまにスライダーカーブっていうところは変化していけばいいから。だからピッチャーで言うとね、この日ね相手投手だった岸とか、あとロッテだった大島とか、あの石川美馬とかね宮城とかっていう方が、だあと加藤ね日本ハムのパ・リーグだとあの方が難しいね、いろんなことを組み合わせていかなきゃいけないっていうところでね、でもまあこうやってねキャッチャー佐藤でも結果出たっていうところはねチームにとっても良かったなっていうところはあります。で楽天はね、先発岸6回105球5安打6三振3四球1失点と、お互い最小安打でね抑えるも、ロッテはね荻野が3回裏にチェンジアップね、緩急しっかりねつけていったところがねうまく対応してレフト一発回答でホームランっていうね。で結局ね2対0楽天は3安打打つ手なしっていうところで、岸としてはね援護なかったんでピッチング内容が良かっただけにね勝ち星がつかなかったところはもったいなかったかもわかんないけども、ロッテとしたらね最少失点で抑えて荻野の一発で勝つっていうところではね非常にいい戦いだったんじゃないでしょうか。27日で3対11で楽天っていうところで、ロッテ先発ロメロね3回3分の1 64球6安打1三振3四球5失点と、まあ、初回でもね気持ち切れたね正直。だからロメロはね調子乗せたらえぐいけど気持ち切れんのも早いから、もう切れたらもうボロボロだね。だから初回ね、楽天が西川がねファーストへの内野安打で、小深田がねスリーベース打って1点で、浅村が犠牲フライでこう2点しっかり取ってね、もうこの時点若干ねもう切れたんじゃないのかっていうね、ところで、2回の表ね岡井がレフト前ヒットで、ここでね渡辺がセーフティーバンド、試みるんだけど、ほぼピッチャーの範囲内のピッチャーロメロが処理しなきゃいけないところでね、もう最初から取りに行く姿勢なしっていうね。で安田がね慌てて取りに行ったけども、さすがにあれじゃ間に合わないっていうところで、セーフで、隅谷が、今度はね、フォアボールになってノーアウト満塁、西川アウトになるけども、また小深田がねライトへ犠牲フライでこの1点を取るっていうね。 で3回表はねまたフォアボール連発で、まあ、あと鈴木大地送りバント決めるも、オコエ渡辺はね1点取れずね、ここからどう立ち直るかなって言ったところで、6回ね先頭隅谷が、レフト前ヒットで、西川はねバンドするも、ピッチャーロメロがね今度はバンド処理行ってファーストに悪送球低投っていうね。でもうそっからはもう浅村、島内、ギッテンス、鈴木大地、渡辺義明、隅谷と連打がつながって一気に6点で、4回までに9対0、もうそれはもう負けです。でまあロッテはね、4回裏に
安田のタイムリーでね1点取るけども、まあ、結果ねその後バタバタしながら11対3、で先発ね、楽天マー君も7回99球8安打5三振、無四球3失点とね、援護に恵まれてしっかりね投球できたっていうところも大きかったし、楽天はね4回までに先ほど言ったように9点差、でねここで試合決めて、しかも4回で先発全員安打で、ギッテンスがねタイムリーっていうところでね、ここから終盤に向けて追い上げに行くときには、この新戦力っていうところのね、まあ、ずっと休んでたギッテンスがねヒットを打ったっていうところは大きなね流れの変化になるかなっていうね、勝ち方で、最終戦ねここでしっかり楽天がね勝つのかなって思いきや、楽天先発ね、早川5回82球11安打5三振1デッドボール8点と、まあ、正直もっと早く変えないと終わっちゃうよっていうところでね、このまあ遅くてももう3回の岡がホームランを打たれた時点で交代してもよかったなっていうね、もう早かったらこの2回のね高部に、タイムリー打たれた後のもう中村から交代でもね、よかったからっていう、まあこれは結果論になるけどもね、でそういったところで、であとねこうフォーム的にねこの右足の入っていった時に体重全く乗ってないし、入りながら肩開くからもうスピード感もキレも体重もフォームのバランスも全部が悪い、でもグワッっていう力強さも前に向かっていくのもないし、もう軽い全部が、そういったところではもうキレも何も出てないし、ちょっともう一回フォーム立て直さないと、あのフォームじゃやばいね、ヒューンペロン体重乗ってないス、もうこれはちょっとやばいね、こういったところはちょっともうちょっとフォームしっかり修正しないといけないのかなっていうところはあるけども、まあ、ロッテはね、初回中村の犠牲フライから井上がね、ホームランで、2回小川が盗塁など高部がねタイムリーで、3回も岡がホームランで、5回安田がねホームランで、佐藤としてはホームランというところで、もうカンカン打ちよ、で結果9対2というところでね、で先発、ロッテ小島7回126球6安打7三振1四球1点と、まあ、今年一番の援護点じゃないのかっていうね、まあ、しっかり打ってもらってね勝ち星上げたっていうところは良かったし、まあ、安田がね、まあ、この日も4打数2安打2打点ね、で、前日もね負けはしたけども4打数2安打3打点と、ね、26日の金曜日、初戦ね初戦も4打数4打1打点とね、この安田が大きな活躍っていうところはね、村上の頑張りに触発されたかっていうね、ここで安田頑張って頑張れっていうね、ところでは結果ね、2勝1敗でロッテの勝ち越し、楽天はちょっとこれはね痛い負け越しになったかなっていうね、で続いて、日本ハム対ソフトバンク、26日0対10でソフトバンク、27日2対0で日本ハム、28日、0対6でソフトバンクというところで、ソフトバンクが、ね、2勝1敗の勝ち越し、まあ、最下位ね日本ハムにしっかり勝ち越したっていうところはね大きかったかなっていうね、で26日で0対10ソフトバンク、ソフトバンク先発東浜ね7回115球5安打5三振2四球無失点と、まあ、初回ね3者連続三振というところで、この日はねストレートの伸びとキレがね抜群ね、で、まあ、通常ね変化球したい、ツーシームとかスライダーとかチェンジアップフォークとかねっていうところの変化球主体の中でね、このストレートをしっかり投げてからの変化球っていうスタイル、グッピッチング、これがね非常にいい形のピッチングだったかなと。で日本ハム先発伊藤ね5回91球8安打6三振1四球1デッドボール6失点と、まあ、いい球と悪い球がねちょっとはっきりしすぎて、甘く高く入ったところをねソフトバンク打線がポンポンとしっかりね打って通打されたっていうところは痛かったかなと。でソフトバンクはねコロナで大量離脱中の中ね、筑後ホークス、あごめんごめん、福岡ソフトバンクホークスだった、筑後ホークスじゃなかったけど、もう出てる選手は筑後ホークス、これはみんなが言ってるから俺だけじゃないっていうね、ところの選手たちがね躍動っていうね、だから筑後で頑張ってきたね選手たちがこう一緒に頑張ってきてね一緒に結果出すっていうところではね、非常に大きなね戦い方っていうところで、2回の表ね、ワンアウトから野村がねデッドボールで、谷川がセンター前ヒットで、増田がね先制タイムリーツーベース打って、ガルビスもねライト前ヒットで、この回ワンアウトしたのが回ねスクイズね外したのはよかったけど、宇佐美がね3本か挟んで動いてね投げたらビューコートでねバーって何やってんだっていうね、悪送球せっかく挟んだのに、でこれでね3点目で、5回の表にねワンアウトから野村勇センター前ヒット、グラシアルセンター前で、レース前でライト前タイムリーツーベース、こうやってね若手が頑張った中でこの角にね今いるグラシアルレース前でが打つっていうところも非常にね大きかったっていうね、で野村大樹がタイムリーツーベース打って、この回にもね3点取って、で8回にもねダメ押しね、先頭佐藤直樹がね、3ベースでガルビス犠牲フライ打って、でここで終わらないでね甲斐今宮で連続ヒットで、野村勇がレフトへタイムリーヒットで、最後はねもうエラーっていうねところで、もうここが集中力切れたかなっていうね、で9回に海野がねレフトスタンドへホームランね、プロ初グッてナイスっていうね、でここはねしっかり東浜も抑えて
若手が躍動するっていうね、非常にいい試合展開、おこのまま行くかっていうね、ところだったけども、27日ね、2対0日本ハムポンセね、9回113球ノーヒットノーラン、6三振1四球1デッドボール無失点、史上87人目、1940年以来82年ぶりの1シーズン5人タイ記録でございますね。9回ね、長嶋の最後ね、シャーってね、ダイビングタッチのね、好プレーもあったけども、しっかりとしたね、ノーヒットノーラン、グッピッチからのビッググーからのスパイラルで内野からデビューするゼロです。これもノーヒットノーランだからね、素晴らしいね、ポンセね。でソフトバンク先発ね、武田、右肘の張りで4回投球練習中に交代っていうね、ちょっとここら辺は終盤に向けて心配かなと。でね、で両軍3回以降ね、ノーヒットというところで本当にね、リリーフね、ソフトバンクも頑張りましたけどもね、初回日本ハムね、木村が2アウト1、3塁から先制タイムリー打って、2回ね、万波のホームラン、まあ、これね、この2点、虎のこの2点をね、ポンセがしっかり守ったっていうね、グッゲーム日本ね、2対0で28日、0対6で、ソフトバンクっていうところでね、もうデイリーが激しいね、負ける方は全員0点みたいなね。でこの日はね、ソフトバンク先発戦がね、コロナからの復帰っていうところで、6回76球4安打、9三振無四球無失点と、まあ、無四球素晴らしいね、グッピッチ、ね、で6回ね、76球球数も少ない中、まあ、しっかり投げ切ったっていうところは、大きいし、まあ、ソフトバンク攻撃ね、3回表に、正木がね、ホームランで、6回表にね、グラシアルタイムリーツーベースで、7回表にもうワンアウトからね、マッチがね、元気よくセカンドまで走って、正木がレフト前タイムリーで、回フォアボールね、ここもね、何回もスクイーズやるよやれないよって外して外して最後外してね、これも戦略勝ちだね。それはもう1割台だしね、初回もスクイーズしてきてね、外してるしね、またやってくるってね、それは思うよね。1回やってきてファウルになってるしね、そういったところではそういう、ね、フォアボール、その後今宮タイムリーで、野村タイムリーでね、結局4点取って、まあ、そういった揺さぶりもね、良かったかなっていうね、ところで日本ハム先発はね、加藤、6回3分の1 90球7安打4三振1四球5失点とね、っていうところで2.20、 2点台来たね、ちょっとタイトル取っていくっていうところでね、ここちょっと踏ん張りどころだね。まあその中でもね、しっかり千賀がね、復帰したっていう、ちょっと武田の右肘のね、張りの具合がちょっと心配になったところでね、この千賀の復帰で好投っていうのはソフトバンクとしてはいい傾向だし、ポンセのね、ノーヒットノーラン、だからポンセも多分来年いるだろうからね、この来年の開幕ねしてからの1年間のポンセっていうところの活躍はね、非常に日本ハムとしては、楽しみになってくるし、非常にね、いい戦いだったかなと思います。結果2勝1敗のソフトバンクの勝ち越しでした。さあ続いて、問題のオリックス対西武、ね、26日、2対3で西武、27日6対0でオリックスで、28日4対10で西武、西武の2勝1敗で勝ち越し、まあ、オリックスここ負け越したのね、痛かったかなっていうね。で26日ね、2対3で西武で、オリックス先発山本ね、7回107球5安打9三振2失点、まあ、山本で勝てないのが痛いよね。7回表ね、山川のねレフト5階席かのホームランっていうところでね、まあ、3-2になってからね、最後力勝負でホームランになるけども、これね、ワンボールツーストライクから、フォークカーブっていうところをね、しっかり見逃したっていうところも山川大きいし、あとこれがね、フォークボールはもう手前でワンバン過ぎて、カーブは外に大きく外れるっていう、ここでねちょっとはっきりボール投げちゃったっていうところでもね、山本のちょっと痛い、だからそこはちょっとね、山川をね警戒したっていうところがね、そういう大きくボールになるっていうところだったけども、で最後はね、もうストレートで力勝負っていうところでね、若干高めのボール球だったけど、山川がねしっかり仕留めてグホームランね、この7回のホームランでね、同点に追いついたっていうところでは大きかったしね。で西武先発今井ね、9回144球4安打13振6四球2失点と、まあ、右足がね体重をしっかり乗せて、で前に出るときに一瞬のクっていう間があるんだよね、あれがね非常にね投球バランス的には良かったと思う。で左肩もね開くのも遅く、しっかりね伸びとキレが出てて、まあ6四球あるけども、しっかりね自分の力強い投球ができたっていうところがね、まあ、山本に投げ勝ったっていう結果にもつながったかなっていうね。でまあオリックスはね、3回5回以外、まあ、6四球もねもらってランナー出すけども連打が出ずっていうところでね、でしかも4回裏の2四球ね、4回裏フォアボール2つ、ここは生かしたんだよね、吉田のタイムリーツーベースね、胸の犠牲フライというところで生かして2点取ったんだけども、それ以外がねこのフォアボールもらってんだけども連打が出ないで得点に結びつけられなかったっていうところで痛かったし、まあ、そこもね点に結びつけられないように今井がねしっかりとした強い球が投げるで勝負できたっていうのも大きかった。
4回表ね、ワンアウト一塁から中村のね内野ゴロのセカンドの間に1点取ったけども、そこから逆転してババっていきたいところに山川のね先ほども言った時のホームランで、10回にはね、先頭相手がツーベースを打って、次が送りバントで代打栗山はね犠牲フライで決勝点っていうねところだったけど、この決勝点もねレフト吉田浅いレフトフライでね、相手がね最後ヘッドスライディングでねホーム生還するんだけども、あれをねレフトからツーバント送球は痛いね、ちょっとそれきつい、やっぱ最低でもワンバンでねいけるぐらいの、まあ、あんだけ打つから守備力はっていうところだけど、前目だったからねそこら辺はっていうところはねあったけども、あとねこのやっぱり3対2このねロースコアをものにできたのは大きかったのも、あのキャッチャー告げね1回2回7回の盗塁阻止っていうのは非常にチームにとって大きかったかなと。だからそれでこれがねフォアボールを得点に結びつかせないようにするための進塁を阻止したっていう、この告げのね盗塁阻止っていうのは非常に多かった。初回もねセンター先頭福田出すけどもヒットでね、盗塁、アウトとで、2回2回じゃないねで7回はね7回も違うね、俺はどこ見て言ってたんだあれどこだったかな、盗塁刺したんだよ、ああそりゃそうよ、ないなと思ったら俺西武の攻撃ばっかり見てたわ、オリックスの攻撃だよね、そうそう1回ね福田盗塁試みるもアウトにして、2回ね頓宮の時に宗のね盗塁三振ゲッツーでね収めて、で7回代走だ盗塁試みもアウト、1回2回7回あってた、俺西武の攻撃ばっかり見てて間違えてた、ね、でこのねスローイングももちろん素晴らしかったんだけども、もう一つ何が素晴らしかったっていうと、ショート源田とセカンド殿崎のタッチね、若干殿崎もねさこっち三塁側それたのにそこからしっかりタッチしたりね、源田も若干それてもねそのうまくねタッチしたりっていうね、このセカンドのね、まあ、キャッチャー次も素晴らしかったけど、この二遊間殿崎と源田のこのセカンドベースへの入り方、あとは取ってからのタッチの素早さ、こういったところもねしっかり注目していかなきゃいけないし、非常に素晴らしい、プレーだったと思います。これね見てない方はぜひ見てくださいね、1回2回7回です。はい、で続いてね27日、6対0でオリックスっていうところで、オリックス先発宮城ね9回118球4安打3三振無四球無失点初完封です。グッピッチ、まあ、宮城ね伏見のホットラインがね完成しているっていうところでね、グッコンビね。で西武先発陽太6回102球10安打3三振無四球6失点と、まあ、そんなにね悪くは見えなかった、しかもフォアボールゼロだしね、その投球に宿泊して苦労したっていうのは見えなかったけども、まあ、若干甘く入ったっていうところは否めないけど、そういうのも緩急でね今まで抑えてきてて、まあ、それをねしっかり対応されたかなと。でオリックスはね、左打者をしっかり並べてね与座攻略っていうところで、まあ、西武はね、まあ、完敗かなっていうね、もう宮城にね4安打完封なんでね。でオリックスはね初回西野がねツーベース打って、宗がね、ライトスタンドでツーランホームラン、これ左でね2点取って、で5回の裏もね福田がセンター前、西野のライト前で、宗がね、殿崎のフィルダーチョイスで行って、まあ、これはちょっとホーム無理だったねタイミング的に。で吉田正尚がね、タイムリーツーベースっていうところでね、やっぱ左がしっかり打って、で6回はね福田がライトへのタイムリーヒットっていうところでね、まあ、先頭小田もライトへのツーベースだから、全左がね与座を攻略したっていうところで、ベンチの采配も良かったし、それをね、結果につなげた選手たちも素晴らしかったと思います。で28日、4対10で、セーブっていうところでね、この日はね、ムクノキがね球場入った時に足首ひねって急遽先発回避っていうところでね、山崎総一郎がね、急遽、先発になって、まあ、3回44球1安打5三振無失点とね、非常にストレートも伸びも良かったし、変化球もキレも良かったし、これ次回登板めちゃくちゃ楽しみだね。だからこれはもう最初ねから3イニングで決めてたと思うんだよね。だからそこがねダブル先発山崎幸也に行ってね、だからまあ結果論だけどね、あのまま投げさせてたのも見たかったなっていうところもあるけども、オリックスはね、初回に宗のライト前ヒットっていうところで愛とかね出てきて、もうワンアウト一塁からなんかこう愛とちょこちょこあるね、雑だね、適当すぎるやろ、体で止めた方がいいやろ、そう中途半端なあの前進、それかもう止まった方が良かったよね、なんか俺は納得できんだあれは。で4回表ねピッチャー山崎総一郎が山崎幸也に代わってね、もう連打連打よ、源田森、ね、で森がタイムリー打って山川で中村ね、でウネンティ鈴木オグレディ、ね、アイトっていうところでね、まあ、オグレディはアウトになるけども、ね、そこから連打つなげて結局5失点でこのね、5点取ってこの5回裏の鈴木翔平のワンアウト満塁からの、ね、この犠牲フライ、この1点非常に多かったね、流れをつかむためにはね。で6回表も山川の、ね、タイムリー、
で7回の表にも愛斗がタイムリーツーベースエラーしてごめんねっていうねところでタイムリー打って8回に山川のねツーランホームランもうね4、5、6、7、8とね連続で点を取ってで6回ぐらいね中川のスリーランホームランねオリックスは打つけどもやっぱこれ大きな失点は痛かったなっていうね、まあ、10対4で西武の勝ちだけども、まあ、山崎颯一郎ずっとねちょっと見たかったなっていうところはあるけど、まあ、これ急遽登板だからまあ仕方ないかなっていうね、まあ、結果ね西武のね、2勝1敗で勝ち越しっていうねところであそう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 やっぱこの試合のね一番のね問題点はねここでしょ6回裏ね中村武也三振多分6回だったよな6回だよね6回だったと思うのあのハーフスイングしてねで審判にストライクって言われていや聞いてくださいよ審判まあよくあるんだよねこれねいやいやもうこの右バッターだったらねファーストの塁審にねスイング判定されたらねもう別にこう納得するとこあるんだけども審判に直接されるとねいやいやもうファースト聞いてくださいよみたいなって揉めてねそしたら奇跡のよピッチャー比嘉だったからね比嘉だったから6回だね6回だよね6回表だよね6回表、うん、2アウト1、3塁だよね2アウト1、3、うん、で次インコース低めすっごい低め しかもストライクのやり方もみたいなこんな感じだったけどねだから俺言ってんじゃん審判にね敵にしてもいいこと何もないんだよもう本当ねでも言いたい気持ちあるよだからあとはもう言い方あとあれかなあこれか俺あれこれかもしんないなぜこれが起きてるのか京セラドームの呪いかもわかんない京セラなるとなっちゃうのかな審判がね確かあの佐々木朗希の時も京セラだったよね京セラがそういうなんかが審判に来ちゃうのかなちょっと強権的になっちゃうのかな最後に一言ですあれも野球ですだって人間がやってんだもんはい結果2勝1敗で西武の勝ち越しです、はい、続いてセ・リーグ、はいまずは広島対巨人26日3対4で巨人21日6対4で広島28日6対4で広島広島の2勝1敗で勝ち越しってなりましたけども広島ね今3位と 1.5 ゲーム差、ね、巨人、3位阪神と2ゲーム差っていうねもうこれはもう3位争いだからね広島巨人はでもその中で広島はしっかり勝ち越したっていうところはね、大きかったかなというね、中で26日ね3対4で巨人はね初回ツーアウト満塁からね、若林が復帰してきてね怪我から、レフトへ、タイムリーツーベースで一気に3点取ってねいやいい出だしかっていうねところはあったけどねでその裏にね、広島も初回ね、先頭が大森が、センタースリーベースその後小林パスボールバッとまあ一失点、まあ、これパスボールしなくても内野も後ろ守ってたから1点は取られたと思うけどね確実に取られ方悪いでその後、3回にね、マクブルームホームラン。で、磯村のね、センター前タイムリーっていうね、ところで丸もね、突っ込んできたけどね、取れなかったっていうところで、同点に追いつかれて、いや、これどうなんのかなっていうところでね、7回、ウィーラーのね、ワンアウト二塁からレフトへの勝ち越しタイムリーっていうところでね、まあ、原采配がね、当たったなっていうね、1番にウィーラー持ってきたっていうね、ところで巨人はね、先発山崎ね、5回91球、9安打5三振、無四球3失点と、まあ、この日は本当制球甘くて、この内外のね、しっかりコースの投げ分けっていうところで今までいいピッチングしてきた中でね、まあ、そこを投げきれなかったっていうところはね、大きかったし、広島先発玉村ね、6回102球、6安打2三振、2四球3失点と、これ初回だけだったからね、ちょっと痛かったね、そういったところでは立ち上がりね、っていうところがもったいなかったかなっていうところだけども、まあ、次回登板はね、もうちょっとね、期待持って、まあ、負け投手になってないけどね、見れるんじゃないのかなと。で、この日はね、まあ、その後ね、鍵谷高梨、平内、大勢とね、まあ、巨人はもう大勢までどうつなげるかっていうところがね、大事な中で、ここ、まあ、しっかりつなげてね、先制。下までは良かったけどね、その後巨人は2連敗っていうね、ところで27日6対4で広島ね、巨人先発ね、直江、3回63球、5安打2三振、1四球3失点。で、広島先発遠藤、7回106球、5安打5三振、無四球2失点と。まあ、この日思ったのはね、みんな甘い、投げてる球が。まあ、当たり前なんだけど、甘い球はね、打たれるっていうところで、結局ね、この試合、6対4で広島が勝ったんだけど、何がね、大きな違いかって考えるとね、やっぱりね、打ち損じが明らかに多かった巨人で、打ち損じしなくてしっかり仕留めたのが広島
どっちもね高いし甘いしっていう球もめっちゃあったのよ。でその中でしっかり仕留め切って広島が勝ち切ったかなっていうね、ところではもうね、2回裏に一発攻勢でね坂倉がライトスタンドへのホームランで、4回裏には、西川なんてちょっと若干高めボール球だったけどね、あの豪快なバックスクリーンへのね一発っていうね、で矢野ね、やっぱ代役矢野がホームランっていうね、ところで、で巨人はね4回表に中田がねレフトスタンドへホームランで、8回には岡本のね、2アウト満塁からの同点タイムリー、これも真ん中入ったところでね、行って4対4追いついたんだけども、8回裏にね、代打菊池をねコロナ明けでね、しっかり若干ボール球だったけどね、もう秋打ちカープみたいなね、ボール球でもヒットにしたら俺はストライクゾーンみたいなね、ところでライトに打って、でその後ね坂本の打席、最後ね坂本エラー、痛いね、ランニングスローしてね、デートミス、結局ねこの1点がね6点目になったんでね、まあ正直痛かったなと。で28日も6対4だけどもね、巨人だから幸先いいのよ。初回はね、先頭吉川がツーベースで坂本アウトになるけども、丸フォアボールで中田がねセンター犠牲フライ、岡本レフトへねタイムリーツーベースで2点先制して、いい出だしかって思いきやね、1回の裏ね、大森デッドボール、矢野アウトになるけども西川デッドボールで、マクブルームアウトになるけど坂倉フォアボールっていうね、奇跡の、ノーヒットで満塁っていうね、で、堂林が最後ね3ボール2ストライクから甘めに入ってきたところをねレフトでタイムリーヒットで2点同点っていうね、だからここももうデッドボールフォアボールでノーヒットで満塁だからね、で、3回の裏西川ライト前ヒット打って坂倉がライトスタンドツーランホームランね、で4回表ねポランコが打った瞬間、これも岡本のデッドボールから打った瞬間ライトスタンドツーラン同点になるけども、5回裏やるフォアボールだから両方ともねもうフォアボールでランナー貯めてるんだよ、どっちのチームも。でそれで打つか打たれるかっていうねところ でその後ね西川のセカンドゴロ、吉川ファンブルで、マクブルームアウトになるけども、で坂倉三振するけども、ワンアウト一塁からね堂林がまたライトへタイムリーツーベース、ライト線最後は堂林が打つみたいなね。堂林言いたいことあります、プロスペースアニバーサリー堂林ギリギリ負けてたよ、俺欲しかった、俺堂林めっちゃ入れててん東洋、堂林俺すぐ極みにできたっていうね、ちょっと プロスピの独り言です今ね、しっかり点取ってね、で6回も小園がライト前行ってね、で石原パッと磯村アウトになるけども、大森フォアボール、ディアノのセカンドゴロ内野安打、吉川慌ててファースト悪送球、だからもうフォアボールからのエラーで失点してんのよ巨人は、もうだから自滅なのよ。で結局日本広島もね結局初回はねフォアボール絡みで点取られて、で4回もフォアボールからっていうね、両チーム四死球からね失点で、巨人先発赤星3回71球3安打3三振2四球2デッドボール4失点と、もう本当ねプロ初登板の時とか、うわコントロールいいなっていうところだったけども、まあ、疲れもあるだろうし、このプロ野球の多分怖さを分かって、甘くいった打たれる厳しくいかなきゃっていうね、この壁にバップ使ってますね。で広島先発大道4回74球5安打2三振1四球1デッドボール4失点と、ね、デッドボールとかフォアボール出してからの一発っていうねところはもうちょっと修正しなきゃいけないなっていうね、ところありますけど、巨人としてはね四死球からエラー失点自滅です、はい、結果6勝、2勝1敗でカープの勝ち越しでした。さあ続いて、中日対阪神、26日5対2で中日、27日1対5で阪神、28日4対1で中日、中日の2勝1敗で勝ち越し、阪神のこの負け越しは2位、逆転2位に向けてはちょっと痛いね。でも中日はこれ勝ったことによってねまだ3位の可能性もあるし、巨人にね最下位譲りますよみたいなね戦いも続きますね。で26日5対2で中日、阪神はね3回爪がね西が剥がれて4回投球練習中にねで交代っていうね、西は3回60球7安打2三振1四球3失点、まあ初めからね何かしらの違和感あったと思うんでね、ちょっと西らしいピッチングはできなかったかなと。で中日はねこの日チャンスで1本確実に取ってコースで理想的な試合っていうねところで、1回から4回まで毎回ね得点っていうところではしっかりね、初回もノーアウト一三塁から、まあ、安倍がねしっかり犠牲フライ、まあ、この後ビシエド平田がアウトなのでね、ここでもう1点取りたかったなっていうところはあるけども最低限で、2回裏も、2アウト三塁から岡林がねライト前タイムリーヒット打って2アウトになってもしっかり得点を重ねていって、で3回もワンアウト一塁から平田がねレフトへのタイムリーヒット
ね、その後だからこうダメ押しも欲しかったけど、まあ、そんな贅沢言えないね。で4回の裏ツーアウト一塁から岡林が盗塁して大島がねセンターへのタイムリーヒットと着実に1点取っていくっていうねいい形の試合になって、で6回表にね阪神ヨーカーにレフトのタイムリーツーベース打たれるけどもしっかりね取られたら取り返すっていうところでね6回裏石橋がね、フェンス直撃のスリーベース打って代打三好がねレフトへのタイムリーヒットといってこの1点非常に大きかったね。しっかり勝ち切るっていうところだけども、まあね、守備も素晴らしかったね。4回表にねセカンド溝脇ね二遊間の打球ダイビングで取って4-6-3ダブルプレーグッレね。で6回表2アウト2塁から阪神坂本のね三遊間の打球をサードね阿部がダイビングで取ってサードゴロアウトグッレー。こういったところでもね非常に守備力もねしっかり高く点を与えないっていうところもね非常にこの勝ちに貢献したかなと。で阪神はね6回裏石橋のねレフトへのスリーベースフェンス直撃ね、まあ無理かもしんない、どうなんだ俺外野じゃないから分かんないけど無理かも分かんないけどレフトロアーズね若干落下位置間違えてたね。でまあフェンスちょっと飛んだら取れるぐらいだからジャンプしたら取れなかったっていう取れたんじゃないのっていうこの6回裏のね1点どうなんでしょうかねっていうね俺は勝手に個人的に思ってるだけだけども、中日としてはねしっかりチャンスでものにして守備で圧倒的に勝つっていうね、いい形の試合展開だったかな。で27日1対5で阪神というところで阪神先発藤浪7回106球5安打7三振2四球1失点とこれ復活かっていう、もうフォームが完璧しかも3試合連続これでもう本当に言いたい、オフも休まない方がいい、もうずっと野球した方がいい、休んだ忘れるから、野球選手なぜか休んだ忘れるんだよ、だからもうねずっと休まないで投げてた方がいいような気がするぐらい今状態休むと怖い、これももし復活してたら来年の阪神にとったらかなり最高の飛び道具になる、フォアボールも2個で収まってるしホームもめっちゃ良かったし、もう休むな、ね、怪我しない程度にもう休まないでずっと投球練習してその感覚で持ち続けた方がいいんじゃないのかっていうぐらいの、ね、素晴らしい出来、ね、で中日はね前日攻守でねしっかりあったのに、ね、初回中野の、ね、サードへ悩んだサードね阿部最後ダイビングして取るけども継投ワンパンになってセーフエラーではないけどね、まあ、これビシエド取らなきゃいけないけどね。でその後近本のセンター前ちょっとポテンヒット気味だったけども一塁ランナー中野が三塁までこのグッソール好走塁で、その後ねロハスがレフト前タイムリーで佐藤三振するけども大山のねショート内安打で陽花ライトアウトになるけども最後山本がねサード前ボヨンボヨンってなって内安打でタイムリーっていうところでね一気に3点、まあ、これもねこの中野のサードへの打球これがねアウトになってるかどうかで大きく変わったんじゃないのかなっていうね、ところはあるけども中日先発小笠原ね7回132球8安打8三振1球3失点と、まあ、初回だけだしねこの内安打が多くてちょっとついてなかったね、投球自体そんなに悪いように見えなかったけど藤浪のね投球の方が素晴らしかったっていうね。で28日、4対1で中日っていうところでね、まあ、中日ね先発柳6回102球4安打7三振3四球1デッドボール無失点とね、まあ、前回ちょっと不甲斐ない登板から抹消されてね復活っていうところではね、まあ、気持ちの入ったいい形のねピッチング、だったかなと。で阪神先発ね森木、8先発6回91球4安打4三振1球3失点と、まあ、負け投手はなったけどもいい形のねやっぱストレート投げてるし力強いっていうところではねこの成長過程においてはね、高橋遥人のように中日のいい形になっていくんじゃないのかっていうね、まあ、もうちょっと注文つけるとしたらもう必殺の変化球とかねが作れてくればもっと良くなるかなっていうね、変化球の精度をねもうちょっと上げていきたいかなっていうところはあるけども、6回裏ね、中日は2アウト3塁から岡林のタイムリーね、やっぱ岡林がいるのいいね、こう2アウトからでもタイムリー打ってくれるっていうのは大きいね。でその後ね大島がフォアボールで歩いて阿部がね2点タイムリーツーベースで、まあ、3点取って、で7回裏にね辻田のセンター前タイムリースリーベースというね、この回からの上位へみたいなねこの辻田のヒットっていうところでねこの1点で、まあ、大きくね勝ち越して、まあ投手戦になりましたけども柳のね気合勝ちっていうね、で森木はね本当にいい経験もなったろうし未来に向けてはね非常に明るい材料だったと思います。結果ね2勝1敗で中日の勝ち越し、阪神2位に向けては痛い敗戦ね負け越しでした。で続いて、日本で一番注目度が高かったゲームこの試合じゃないでしょうか、DeNA 対ヤクルト、26日3対6でヤクルト、27日4対16でヤクルト、28日4対5でヤクルト、ヤクルトの3連勝 DeNA 逆転優勝に向けてもう黄色信号赤点滅仕掛け、この3連敗は痛いしヤクルトはこの3連勝でかいね、
で26日ね、3対6でヤクルトっていうところでヤクルト先発サイスニード6回71球7安打3三振無四球3失点と、まあ、変化球は低くストレートはコースにしっかり投げて制球もクッピッチ珍しいって言ったら怒られるけどこんなピッチングもできるんだっていうねところの、ピッチング。この日はあの横浜スタジアム佐々木行ってましたけども、で DeNA 先発この日5回3分の1 91球7安打5三振3四球4失点と、まあ、いつもよりねフォークの落ちが悪かったような気がするんだけども、まあ早い変化でヤクルト打線結構空振りできしてて反応できないで三振結構多かったんだよね。まあ、その中ヤクルトはねあの1回2回の走塁ミスっていうところがちょっと痛くて出だしとしてはねヤクルト最悪の流れだったんだよね。初回ね、塩見がレフト前ヒットで塩見はね盗塁アウト、まあ、これは仕方ないっていうね。山崎フォアボールで山田哲人センターポテンヒットでワンアウト三塁ってなって村上のねこのフォーク、ね、ピッチャーゴロ、三塁山崎がね走ってきたけども帰ってタッチアウトっていうね、ここ挟まれなきゃいけないね最悪。それがもう本塁突っ込むとか挟まれてランナーを二三塁にしなきゃいけなかったのにちょっと挟まれなかったっていうところね。であと2回ワンアウトからオスナがねセンター前ヒット出てで長岡の時にね牽制投げる前に走っちゃって挟まれてアウトっていうね若干バタバタしてねおどうなんやっていうね、ところだったけども6回表ね、先頭山崎内野安打山田センター前ヒットで村上がライトスタンドの先制スリーランホームランでここで終わらないんだよね。いや青木がヒット中村バントで怒ってワンアウト二塁からオスナのレフトスタンドへのホームランだけどここでね大抜きから宮國に、ね、オスナのとこ変えるんだよね。正直変えなくてもよかったと俺は思ってるんだよね。もしくは変えるんだったらこの次の打席がピッチャーからだったからもうバッテリーごと変えて8番にピッチャー9番にキャッチャーね入れていけばよかったんちゃうかって思ったんだけどここはちょっと謎だったね。でもこのねオスナのホームランは非常に大きかった。でもその後ね6回裏ねその、宮國のところで代打飛ばしがねライトスタンドホームランを打ってで牧もねツーランホームラン打って5対3になるのよ。だからまあねこれ結果論だけどオスナのホームラン痛かったなっていうね。でその中でね、のこの7回に2アウトから村上にホームラン打たれて6対3になって、まあ、ジエンドっていうね、形になるんだけどね、まあ、このね6回表の村上のホームランはもう仕方ないかなっていうところもあるんだよ。まあ、3ボール2ストライクからね最後アウトコースでねフォークボール投げてそれが落ちきらないでね、まあ、それでねその前の1打席ピッチャーゴロ村上も打ってるからね、まあ、でも2度の失敗しないよっていうところでライトへ大ガンライナーの、ね、ホームランだったけども、まあ、この攻め方もねうちのね低め追い込まれてからのうちの低めのスライダーとか方向をねよくね見切ったね村上もそこね攻め方はね前の打席ね、と同じような前の打席を抑えたようなね同じ攻め方で DeNA バッテリー攻めたんだけどもそこねしっかり見極めて最後はねノーアウト1塁だからねやっぱそのフォアボールではさすがに歩かせれないっていうところでフォアボールを嫌ってねストライクゾーンにフォーク投げたんだけどもまあそこがねさすが村上対応してきたなっていうところはある。まあだからここは仕方ないかなと思うんだけどもまあ6回のね7回表の村上のホームランピッチャーね三上ね2ボールからど真ん中にストレートインコース構えたのがねど真ん中入ってあの三振あホームランになるんだけどもね、まあ、これは放送席で言ってたのがツーアウトだったけどもうここ敬遠でいいねって言ってたの。ホームラン打たれて終わりだしねしかもツーアウトだからもう敬遠でいいんじゃない。しかも次のバッターがねあの代打が出てて丸山だったんだよねもう青木じゃなくてだからもう敬遠でよくないって言っててでそれであ勝負なんだこれでもホームラン打たれて終わっちゃうよって言っててで2ボールになったのあまあこれはもうじゃあもう敬遠だねフォアボールだね2あでもインコース構えたなまあでもこれ見せるだけかなと思ったらど真ん中入ってホームランっていうねだからその投げる方も投げる方だけどねもっと考えなきゃっていうところもあるけどもでこの試合の後に、三浦監督がね、まあ、あの1本目は仕方ないけども2本目はコメントしようがないみたいななぜああいう攻め方になったのかみたいなこれもバッとベンチにいやいやじゃあ敬遠のサイン申告敬遠すればよかったやんっていう勝負しに行くって言ったら打たれる可能性あるよ。それはなんかバッテリーだけのせいにしてベンチが何も動いてないのにっていうねであの際どいとこ投げてってよく言うけど際どいとこ投げてっていうのはね甘く入る可能性あるからねロボットがやってるわけじゃないからでそうもなん打たれたらもうフォアボールでいいのにって言い出すんだけどじゃあ敬遠すればいいじゃんっていうねいつもこのチャンネルで言ってますけどもこのコメントも謎だったけどねもうやってることも謎でした。で結果ホームラン打たれてね6対3でヤクルトで27日4対16でヤクルトっていうところでねもうあの村上5打数5安打4打点1ホーマーっていうねっていうところでねでここキブレハンがね
3ホーマーっていうね、もう大活躍で、もう解説しようもないよ。初回あの佐野のタイムリーでいい形で先制したけども、もう3回からキブレハンホームランとかね、もう村上タイムリーヒット、オスナもスリーランみたいな、もうキブレハン3回裏1号、オスナ4回表スリーラン、キブレハン7回表ソロ、サンタナ7回表ツーラン、内山7回表ソロ、キブレハン8回表ソロ、村上8回表ソロみたいなね、もう解説しようがないのよ。23安打16打点だからね。っていうこの時にね、もう一番思ったのがね、まあ、この日ね、DeNA はキャッチャーがね、伊藤光で戸柱っていうね、途中からだったんだけどもね、あのもうこれがね、保守併用した時のね、弊害っていうところもあるんだけども、ずっと出てたらね、横軸で考えたりするんだけども、ここね、対村上でもう試合もほぼほぼ決まってるのに、最後のね、あのホームラン打たれちゃダメなんだよね。ってなった時にもう歩かしてもいいから、もう胸元ガンガン行ったり足元動かしたり、インコースガンガン投げてバランス崩すようにね、この軸動かしたりして、明日のために今日のリードしようみたいな、もうそれなのにもう全部抑えに行ってますみたいな、で全部打たれますみたいな、明日のためにもなりませんみたいな、でも次の日もどうなんのやつなら結局打たれてんじゃん最後ね、エスコバーが。だからもっとこのね、横軸で考えて、明日のために今日もっと大げさに、もう試合も決まっちゃったからもう大げさに、もう当てろとは言わないけど、もっと胸元行ったり足元崩したりとか、こんなもうインコースガンガン行くぜっていうね、軸もずらしたりしながらバランス崩させてね、転ばしたりしながらもガンガン攻めて明日のためにやっていくっていうリードをしなきゃいけないところがね、まあだって明日は俺出ないから関係ないもん、抑えに行くぜみたいになるのよね、併用した時の。ちょっとそういう弊害がね、出たかなっていうところで、ここはちょっとね、打った村上が一番すごい、それはもうグッて間違いないけども、この打たれ方っていうところにね、若干ベンチの意向とかミーティングとかバッテリーコーチとかそういうところも考えても、あとバッテリーもそうだけども、ちょっとなんか軸考えてないねっていうところあるね。で28日、4対5でね、ヤクルトっていうところでね、まあ、結局ね7回村上がね、エスコバアウトコース投げようとして逆球行ってね、ホームラン打たれて、まあ、もちろん村上ギュッて流星素晴らしいね、で勝つんだけどもね、結局こうなってくるのよ。こうだからまあそうやってやっても打つかも分かんないよ、打つかも分かんないけども、この打たれないための作業っていうのをね、が見えなかったね。そういったところはもう全体通してね、 DeNA バッテリーとしてはね、でしっかりね、この試合も6回ぐらいね、まあ3-4-9、ここはヤクルト投手陣バッとだけどもね、原樹里ね、しっかり追いついたのは良かったんだけどもね、最後村上の一発、もう村神様祭りでございました。結果ね、3連勝でヤクルトの勝ち越しです。はい、ということで、今回も、パリーグエキサイティングモーメンツ、ね、NFT コンカードの佐渡崎の里厚プレーはこちらです。ソフトバンク海野選手のプロ初ホームランでございますね、素晴らしい。やっぱ初物はね、いいねっていうところでね、まあ、キャッチャーね、下位1割台っていうところでね、まあ、ここから頑張ってね、脅かしていこうっていうね、素晴らしいホームランでしたね。さあ、最後にね、ベストナイン発表していきましょう。まずはパ・リーグから、ピッチャー、日本ハム、ポンセ。ノーヒッター、マリオの方じゃないポンセ。でも、マリオと同じところにヒゲあるよ。はい、キャッチャー、楽天、住みたい、ね、B クラスになったらやばいよ、楽天っていうね。ファースト、ロッテ、井上、あじゃブーちゃんね、やっと打ち出したっていうね、やっと復帰です。セカンド、ソフトバンク、野村勇、レジェンド超え、ね、サード、ロッテ、安田、10安打2三にホームラン、7打点、村上に触発されたからですね。ショート、西武、源田、毎試合安打です。はい、レフト、楽天、西川春キスト、角川じゃないよ。はい、センター、ソフトバンク、正木、プロ初ホームランで初の4安打です。はい、ライト、楽天、島内、週間12安打すごい。はい、DH、西武、山川、どすこい。はい、リリーフはロッテ、オスナ、ロッテのね、ヤクルトじゃないよっていうね、まあ、ピッチャーだからね。はい、セ・リーグベストライン、ピッチャー、巨人、菅野、 A クラス入りへ、ここからどこまで上げれるか。はい、キャッチャー、ヤクルト、西山、DeNA、3連勝に貢献です。はい、ファースト、ヤクルト、オスナ、ね、DeNA3 連戦で8安打2ホーマー、ね、6打点でございます。はい、ロッテのオスナじゃないよっていう、ヤクルトのだよっていう、ね、
はい、セカンド DeNA マーキー、マーキー頑張ったけどね、はい、サードヤクルト村上 This is God、はい、もうサイレンも鳴ってます。ショート中日土田レギュラーダッシュ、はい、レフトヤクルトキブレハン、ね、もう1試合3本塁打すごいね、本当やばい、これが本物だったらマジやばい。村上、キブレハン、サンタナ復上してオスナ、どうやって抑えんだ、2連覇一直線です、はい、センター中日岡林、来年背番号が変わりそう、今60番、はい、ライト阪神大山、いろんなとこ守るね、でも結果よく打つね、はい、セリーグリリーフ広島栗林守護神、はい、という形です。さあ今日ちなみにロッテ対ソフトバンクがあるね、やってる模様。次巨人対ヤクルト、もう巨人こんなのもう3連勝してもダメだけど、3連勝しないと終わっちゃうね。 DeNA 中日、中日はここね、 DeNA どこまで勝ちきれるかだけど、 DeNA もねここで甘んじたら終わっちゃうからね。で広島阪神、ここ広島頑張ったら3位だね、わお。楽天オリックス、これはもう潰し合いだね、西武日本食われちゃったら終わるよっていう。でソフトバンクロッテは月曜日あって火曜日ないんだ、まあ、ここもねもうロッテはもう勝つしかないからねっていうところです。はい、それではあと1ヶ月の総チェックです。皆さん頑張っていきましょう。